岩田中蔵4月7日から1966年2月22日は、明治から昭和期の弁護士、政治家。正蔵倉井、久美東水法省。法学博士。1875年、山口県熊毛郡立の村に、檜山彦七の次男として生まれ、岩田金蔵の養子となる。檜山家は、江戸時代、代々商屋を務めた家柄だった。 1898年東京帝国大学法科、大学法律学科卒。1901年に東京日日新聞社入社。1902年弁護士開業、東京築地に岩田中造法律事務所を開設。後に、区内省、日本銀行、日本郵船東京海上火災、三菱銀行、日本官業銀行の、 各顧問弁護士に就任。1931年12月12日に、貴族院直選議員に任じられた。そして、内閣顧問や行政査察士を同時に兼任した。1945年、東国宮内閣で、司法大臣就任。締原内閣時は留任。1946年2月には、大臣委員長に、細野ながら、 検事総長に木村徳太郎、司法次官に谷村結一郎を起用した。同年5月に公職追放される。1953年追放解除。同年より日本弁護士連合会会長。1958年に学士会第三大理事長。1961年には、 国民政治協会の前身の国民協会初代会長に就任した。ありがとうございます。